はい、どうも、よかちぷにぷに今回もやっていきます。来ましたね、エラベールも来たな。はい、1日目また将棋イベントです。ということでね、ツッキー月の闇がヤントスコーラにチャレンジ。いきなりヤントスコーラの、おお、久しぶりのケータ君だ。ヨーチューバーグランプリを開催。さあやってみましょう。あ、いきなりニャントスコーラで始まるの。あれ、こんなやつだったっけ。なんか50の10じゃなかったっけ。気のせいかな。あれ、ちょっと後で見直した方がいいな。いきなりニャンチョスコーラが入るんだ。ちょっと馬車回したいな。こんなんだったっけ。結構ゆっくりだな。やべ、 F 型失敗した。ボルニャンこれじゃ来ないか。いきなりやらすパターンあるな。ボルニャン来てほしいな。もう終わりか。おお、そうだった。終わっちゃった。再生回数稼ぐのったんですよ。ウィスパー終了。お疲れ様だにゃん。さあ、じゃあ頑張っていきますか。ワイポイントもゲットか。なるほどね。はい、じゃあやっていきましょう。ライブ終了だ。イラガマ平原。なるほど、お主のライブ感銘を受けたぞ。ということで、お主のライブで多くの妖怪に呼びかけを行い、我が軍に加わる勇士を集めてほしい。これは お主にしか頼めん重要な任務ということで、やっていきましょう。かっこいいな、ピストル持ってるぞ、負のくせに。20分間ね、やっていきましょう。はい、じゃあガシャ回していきますか。はい、それではね、ガシャ回していきましょう。今バズってますが、YouTuber レベルね、30まで来ましたね。結構この辺軒並みゲットできて、スタミナムが今回は 1,2,3,4,5,6,6,7,7 個交換できるのか。なるほどね。で、お助けパワーはたまにフルパワーでやるとね、かなりたまるんで、フルパワーたまにお助けすると一気にたまっていいんじゃないかなって思うけどね。あ、全部解放しなかったっけ。そう、この辺ポイントと再生スタップね、とっとと解放しときたいよね。はい、じゃあごめんなさい、ガシャ回していきましょう。一応今回は新妖怪の出現率アップということで、何日間のガシャなんだ。あ、今日だけのガシャなんだね。で、月の闇が 1.2% ありますね。はい。なんで、明日また違うガシャやるんで、まあ3アカ10連ずつやりましょうか。はい。というわけで、今回は3アカウント攻略できるんでしょうかね。まあまあまあ。行きましょう。ガシャイベントのたびに10連以上はね、できたら回したいなと思うけどね。
はい、じゃあ行きましょう。あとでちょっと特攻も確認したいな。特攻は誰なんだっけ。さあ一応気持ちいい程度に運を落として、これじゃねえ、ニャンボじゃない、行きましょう。妖魔将棋ガシャだね。今回一番目玉は月の闇が一番確率高いんだよね。鬼雲が、まあ鬼雲いたら鬼釜楽勝なんだろうな。金でバッドボーヤ、さあ行きましょう。3個、赤鬼、来た来たー、イエス。コマさんか、優勝ずるずるよ。コマさんゲットプリチ、コマさんとか ZZ にしてあげたいのにな。ポン、おお、覚醒ゲットできるんだ今回、いいね。はい、というわけで私ダメだったんですけど、技ゲージ少し残る、普段より大きくなる、自身のデカプニを消す、自身以外の大技ゲージ、誰がいいんだろうな今回はね。ちょっとこの後ね2アカウントやるけど、一応お知らせで今回の、特攻か、こんな感じだったんだな。平石もいたんだな、ちゃんと後ろに見えなかったけど、あ、一体なんだね、山岡神。ポカポカの一体は私メインアカウントは持ってないので、アラジンだかアリババがそうだったけどね。いいんじゃないでしょうか。一体いいね。選ばれたデカプニを消し、攻撃後自身が振る。そしてライブの再生アップは月の闇と鬼雲。平井心が交換で2800ポイントでゲットできるのかな。活躍度中。豪傑、勇ましい、うすら影。どのメンバーがいいんだろうな。経験値アップか、コマさんは。残念だな。スタミナムアルファは購入から、スタミナムは購入から Y ポイント交換などでゲット。これドロップしないんだっけ、ちょっと忘れちゃったな。前回のちょっとやつをちょっとね、あれですね、変身した鬼釜、スキルはデカプニを消すとそのデカプニが降ってくる。変身スキルは自身の妖怪プニの代わりにボーナス玉が降ってくる。あ、変わるんだったっけ。鬼釜に対しては山狼と鬼雲だよね、普通にね。でフィーバー吸収カット鬼雲、ワイプアップが鬼釜とジバニャン。あ、そうか、ジバニャンか。というわけでジバニャンまで頑張ろうっていうイベントですね、まずはね。山狼とね、再生アップだからもうとにかく鬼雲がいたら鬼雲無双イベントですね。はい、なんで頑張って鬼雲をいつかゲットしましょう。依頼心も役に立つかもしれないかな。どうなんでしょう。まあ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 、はい、また明日のガシャで頑張りたいと思います。じゃあ2番目のアカウントいきましょう。はい、これ2番目のアカウントで、現在はね、YouTuber レベルは28、これは19万か、190万か、190万再生、すげえな。90万再生ぐらいあったら40万ぐらいゲットできるんじゃないかな。1万2000だからこれで、何回かねフルパワーでお助けするとかなりたまるんだよね一気に。はい、じゃあこのアカウントもガシャ回していきましょう。 9000Y ポイントでもったいないけど、まあ1回回してもちょっとな、どうしようかな。今回のイベントあんまりどうなんだろう、おすすめ妖怪いないような気がするんだよな。鬼雲以外はなんかちょっと回さなくていいような気がするけど、まあ最初だから回しましょう。鬼雲もね、楽しみでいいっすね。昨日あんまできなかったんだよな、昨日できなかったんでちょっとゼルドリスゲットできなかったんですよね。メリオダスいるのに最後できないで終わっちゃいましたね。ただこのメインアカウントより ZZ が多いアカウント頑張ります。
ただね、覚醒閻魔持ってない人ね、覚醒閻魔が出るかもしれないっていうのはかなり熱いですね。いつでもどこでも役に立つからな。さあ金いきましょう、2個。うーん、龍神様いいよっぱーん。おお、オビナニャン懐かしいね。はい、じゃあ2番目だから残念でした。ワイポイント不足ですね。じゃあ3番目のアカウントいきましょう。ワイマネー溜まったな。はい、これ3番目のアカウントで、現在の状況としては YouTuber レベル31だね。うん、スタミナもあれだよな。うん、さあじゃあこのアカウントも出していきましょう。サクッといっちゃいたいと思います。この音楽だとちょっと、慌ただしいから大森山で気分落ち着けていきましょう。このアカウントは前回のイベントを全然無風で、ワイマイナイとかね、たまりましたね。さあ、なんか当たんねえな。コマさん経験値玉か。あ、経験値玉とか経験値か。残念すぎる。さあ一応金は出てくれる。鬼雲出てほしいな。まあでもサブアカで鬼雲出てもね、倒せないんだけどね、ボスをね。結局今回ワイポイントあんまたまんねえしな。さあ金2個いきましょう。ポン。おお、ぬらり。ぬらり師匠がねアニメでも出てますね。という感じでした。はい、まああとはまた明日ね、どっちかの超アップくんじゃないかなと思いますんで、うん、まああとは超アップの時だけかな。鬼雲はもうそんなに欲しくもないのかな。変身スキル次回の妖怪プニを、あ、自身の妖怪プニをつなげると普段より大きくなるか。うん、必殺技を使った後に技ゲージが少し残るスキル。うん、どうなんでしょう。鬼雲は、鬼雲は、鬼雲がいいのかな。うん、今回なんか誰をゲットしたらいいんだろうね、今回ね。なんかその辺が微妙だけど、鬼ガマはデカプニを消すとそんなにカムニが降ってくるか。うん、まあまあデカプニを消すと降ってくるか。変身スキルは自身のデカプニの代わりにボーナス様。必殺は全消し&デカプニー技ゲージ多く貯める。これはカイラと一緒だよね。あとメリオダスとね。ただ、溜まった状態でスタートじゃないから、なんとも言えないところだな。今回なんでしょうね。山女神かな。山女神以外は、特にあれなのかな。あ、今回からちゃんと必殺技とか書いてくれてんね。攻撃力アップなんてクワガタでしょ。いいじゃない。そしてジバニャンは、技ゲージ溜まる。コマさんは回復ね。デカプニで回復。飛来神はまあ SS だからいいや。あ、でもゲットするかもしれないのか。横一線必殺技を使うと自分の技ゲージ溜まるか。はい、という感じで、これ追加なんかあるよね、きっとね。蛇王軍の方が多いから、大王軍でなんか追加があるんじゃないのって思うんだが、はい、まあまあまあまったり。ちょっとね、40分に1回ね全回復しちゃうから慌ただしいんだけど、まあまあのんびりやっていきたいなと思ってます。今回ちょっとガシャでした。皆さんもね頑張ってイベントやっていきましょう。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、そのミッションクリアすればワイポイントもらえるんで、またガシャ引けるね。
はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。いろいろあるな。